りだ。帰れ、口を開くな。俺に現実を突きつけるのはやめてください。お前の彼氏ほど生粋の M じゃないので傷つきやすいんです。スカートダイブの後にボコられて、しかもたかられたのがなりすべって何？ちょっとご褒美多すぎるだろう。羨ましくなってないからな。ただスカートに頭突っ込むってのはなかなかのロマン。あとこうたつ兄様、せめてハリセン使いなさいよ。取り出すわずかな時間すらもどかしくて、エノはもっと厳しく接した方がいいんじゃない？だって小さい頃は兄様にたくさんお世話してもらったし、意地悪もされたけど。おお、ユイコが俺をかばってる。ありがとうございます。このままだと将来エノがお世話することになるかもよ。自分探しの旅が終わったらきっと。これが噂の妹萌えってやつか。嬉しい。探さない方が幸せな自分見つけ始めちゃってるけど、もう一発知るかこれ。